パトリシア・クラークソンは、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオリンズ出身の女優である。母親のジャッキー・クラークソンは政治家。イエール大学とフォーダム大学で演技を学び、1987年のアンタッチャブルで映画デビュー。2002年のトッド・ヘインズ監督のエレにより彼方に、ヨリカナタニで、批評家からの高い評価を得、ニューヨーク映画批評家協会賞や、 全米映画批評家協会賞を受賞する。2003年には、エイプリルの七面帳でアカデミー女演女優賞の候補になる。同年は、ザ・ステーション・エージェントでも数々の賞賛を受けた。両作と、オール・ザ・リアル・ガールズを加えた3作がその年の三ン,ンス映画祭でプレミア上映されている。クラークソンは、この3作品の演技で審査員特別賞を受賞した。2006年公開の オールザ・キングスメンのリメイク作品では、メリル・ストリープが演じる予定であった秘書の詐欺役を演じた。テレビシリーズ、シックス、フィート・アンダーにもゲスト出演し、エミー賞を2度受賞している。2018年に HBO のリミテッドシリーズ、シャープ・オブジェクツに出演し、翌年の第76回ゴールデングローブ賞で、助演女優賞を受賞。ありがとうございます。